アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、島田譲です。まあ前節山形の試合で、まあ、勝利をしましたけど、あの試合で直にこう感想というか。そうですね、90分通していい時間も苦しい時間もありましたけど、チーム全体でまとまって一つになって戦って結果を出したのはすごい良かったなと思います。もうすぐ水曜日っていう形で明日、町田ゼルビアとの試合になりますけれども、まあ、連戦続くけど体のコンディションだったりっていうところはですか。そうですね、みんなその難しい状況っていうのは一緒なので、しっかりコンディション整えて次の試合にベストを尽くせるように準備したいなと思います。町田、明日戦う町田の印象などはありますか。監督も今年変わってますし、若い選手もすごく多いので、すごくアグレッシブで躍動感のあるチームだなっていうふうには思ってます。じゃあ明日はなかなかねアウェーなんで、直接現地に行くっていう新潟サポーターは難しいと思うんですけど、その新潟の応援してくれるサポーターに向けてメッセージをお願いします。そうですね、前節本当にホームで、まあ、限られた環境の中でしたけど、とても支えていただいたので、今節はアウェーですけど、しっかり勝ってまたホームに帰ってこれるように、頑張るので、またダゾンで応援よろしくお願いします。連戦が続きますが、一試合一試合勝利を目標に戦っていきます。またアルビオンラインスタジアムも配信します。今回のゲストはつみさんです。皆さん、コメントやギフティングのご協力よろしくお願いします。